ウィルクスバリはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の25番艦。艦名はペンシルベニア州ウィルクスバリ市にちなむ。ウィルクスバリはニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で1942年12月14日に寄港。1943年12月24日にグレースシュメーカーマイナーによって命名浸水し。 1944年7月1日にフィラデルフィア海軍交渉で艦長ロバート・イルポーター・ジュニア大佐の指揮下収益する。第17巡洋艦隊は8月23日に第38.3任務軍から分離した。会場での59日間を経た8月27日、部隊は第3艦隊の一部として相模湾に入る。ビルクスバリの6イン地方は 横須賀海軍基地の占領をカバーした。幸福式典の翌日である9月3日、ウィルクスバリは東京湾に入港した。収益からすでに10万3000回りの距離を航海していた。第35.7に任務ユニットの武装解除グループ機関として、ウィルクスバリは9月9日に東京湾を出港し、立山湾に移動、その日の午後遅くに闘病した。10日、 同湾の小型船航艇、特攻艇基地の占領を支援し、その後東京湾に戻る。ウィルクスバリは、占領任務に従事した。9月12日から14日まで、相模湾の昭和次港に停泊し、三浦半島の油壺及び、栗浜の小型船航艇基地の武装解除を行う。その後14日に、東京湾で給油及び補給のため停泊し、続いて、小永湾に、 移動、15日から17日まで停泊する。ウィルクスバリは別の武装解除任務に従事し、勝浦湾で占領支援任務を行った後、9月24日に東京湾に戻った。9月24日から10月4日まで、ウィルクスバリは富士山の見える位置に停泊し、その後10月24日から28日まで砲撃訓練を行う。11月5日に、 第5艦隊から分離され、9日に韓国へ向かう。ウィルクスバリは13日に新川に到着した。16日、ウィルクスバリは駆逐艦ハートベルと共にチンタオに移動する。占領任務のため19日まで停泊したが、その後第5砲台及び新高等を2度訪れた。ウィルクスバリはその年の残りをチンタオで過ごした。1946年1月13日に、 ウィルクスバリは帰国の途につく。真珠湾を経由して1月31日にカリフォルニア州サンペドロに到着した。その後3月4日に東海岸に向けて出港した。3月12日から14日にかけてパナマ運河を通過し、18日にフィラデルフィアに到着。その年の春から夏まで同地で過ごした。10月20日にメキシコ湾に向けて出港。 海軍記念日の10月27日に記念式典に参加するためニューオーリンズに到着した。ニューオーリンズからウィルクスバリはグアンタナモ湾に向かい、島妹艦のデートンプロビデンスと共に回復訓練を行う。12月13日にバージニア州ノーフォークに帰還。その後ウィルクスバリは1947年2月17日にイギリスとノルウェーへの親善訪問に向かう。 2月27日にプリマスに到着3月から4月にかけてイギリスの海域で活動しその間にノルウェーのベルゲンを訪問したウィルクスバリは帰国するとオーバーホールが行われ作業が完了すると予備役艦隊入りしたウィルクスバリは1947年10月9日に退役しフィラデルフィアで予備役として保管された 1971年1月15日に除籍されたが、ウィルクスバリはアメリカ海軍籍にあった最後の軽巡洋艦であった。船体はその後水中爆破試験に使用され、1972年5月12日に2つに分離した。ウィルクスバリの船体後方部分はそのまま沈み、前方部分は翌13日に沈んだ。ウィルクスバリは現在も人工岩礁として、 フロリダキーズの沖合145フィートの海底で眠っている。ウィルクスバリは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。